千尋さんは女子なのに殴り合いの喧嘩がしたことあると聞きました。きっかけから結末まで具体的に。殴り合いの喧嘩は小学校の頃なんですけど、私の友達に、ちょっかいをかけられて、女の子なんですけど。ね、それでなぜか急にカチンってきちゃって、で、私が最初にその子の筆箱を投げたら、その子が襲いかかってきたので、私も抵抗して、拳で戦わせていただきました。12歳ながら、21歳ではなく、12歳ということで、拳で戦わせていただきましたけど、その戦ってる最中に普通に先生が来て、乱闘中止になりましたね。あれ結構痛かったですね、いろいろ。小さな男の子にビリって何と聞かれて困った経験があります。何と教えてあげれば正解ですか？また千尋さん、公共施設のビデオを使用しますか？あと、ついでに乙姫の不満点を聞かせてください。ビデは、女の子用のお風呂だよって。女の子用シャワーだよって言う。生理中の時とか、ちょっと気になるなっていう時に、ビデ使うんですけど。ね、ちょっと難しいですよね、その辺の説明は。公共施設のビデは使わないですね、なんか。人が使ったビデ、なんかウォシュレットとかも使いたくないですね、正直。乙姫はもうちょっと乙姫っぽくない音がいい。なんか普通音楽とかの方がいいなって思います。なんか自然の音みたいなのなんですよ。ピューピューピューみたいな。でもなんかそうじゃなくて、なんかクラシックとかの方が私嬉しいなって感じですね。彼氏がエロ動画を見るのは許せますか？また風俗のサービスを受けるのは許せますか？エロ動画見るのは OK ですね。私も見るので、なんか一緒に見たいですね。てか、どんなのが好きなのかを知って、なんかそれに近づくプレイをできたらいいなって思います。けど、風俗はちょっと嫌ですね。なんか、何もらってくるかわかんないんで、ちょっとね、性病怖いんで、ちょっとやめてほしいですね。なんか、ただそれだけです。本当に嫉妬とかじゃなくて、怖い。逆にいいんですかね、皆さんは。私は別に、行くことに関してはまあどうでもいいですけど。ね。